遅いな角田、先に何の映画にするか決めちゃおうよ。何見たい？今って何やってんだっけ？見る？おお、まあ、よういいね。うん、えいっすよ、うん、遅くない？ごめんごめん、タイムに行くから決まった。まだだけど。そっか、今いろいろやってるもんな。あ、ちょ、それ見ていい？おう。あ、ペロリやってるね。迷っちゃうなこれ。え、どうしたのそれ？何が？いや、これなんかいいんじゃない？これどれ？アクション系だって。あ、これ予告超面白そうだったよ。そう、うん、やっぱほら迫力感の見たいもんな。せっかく映画館で見るわけだしさ。大画面だもんね。なあ、うん、じゃあこれ候補だな、うん、いいよな。うん、うん、でどうしたのそれ？何が？サングラス。ああ、これ、うん、買ったの？いや、もともと持ってたやつ。嘘だ。いや本当だよ、あの持ってたやつ。嘘つけ。本当だってお前。どうしようか。映画、俺角田がサングラスなんかしてるの初めて見たけど。あ、そうだっけ？そうだよ。おお、こっちの感動系も良さそうじゃねえかこれ。ちょっとありだね。なあ豊本、初めてだよな角田がサングラスなんかしてんの見たの。まあ初めてだね。だよな、うん、おー、そっか。うん、まああれだけどね、別に、うん、前からちょくちょくかけてたけど。あ、そっか、二人の前ですんのあれか、初めてか。そっかそっか。え、どうしようか、決めようよ映画。うん、買ったんだろ。なんで隠すの？隠すってなんだよ、もともと持ってたやつだっつってんじゃない。嘘つけよお前。嘘ついてどうすんだよお前、こんなこと。本当だよお前。ちょ、マジでちょっと決めちゃう、マジで映画、ね、いいよ一旦映画。いいことないでしょ。いつ買ったんだよ。何が？サングラスだよ。ああ、これ、うん、これあれだよ、結構前だ。嘘つけよお前。ほんとだよ。結構前っていつだよ。俺は中3か。嘘つけよお前。嘘だ。中3の秋かなんかじゃないか。嘘だね、うん、なんでお前そんな中途半端な季節に買ってんだよお前。せめて夏だろお前。それは別にいいでしょう。中3ともいくつ今。33で。18年前のおかげで来てるの。急に。急にか。急じゃねえんだよ、もともとかけてたんだって。ちょく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 何言ってんの。嘘つけよお前。本当だよお前。何お前、しつけえなマジでな。お前結構前って言えばセーフだと思ってんだろ。セーフってなんだよお前。セーフの俺意味が分かんねえわ。なんでそんな変な嘘つくの。嘘じゃない。なんで買ったのに買ってないなんて変な嘘つくの。しつけえよ、メランダ。お前マジしつけえ、こいつなんだよ。ねえ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 、いつまでやってんの。いいじゃん別に、ほっといてあげなよ。だってこいつ変な嘘つくんだもん。嘘じゃないよ。いいから決めちゃおうよ。見ないの映画。見るけど。帰ろうかな。なんで見ないの。帰る。なんで、買ったから。買ったからかなあ。帰んないけど、もう何なの。いや俺は本当のことが知りたいだけなの。なお前本当あれだね、しつこいなお前な。いや、まあ、あともう本当のこと言うわ。おお、もらったんだよ。は？もらったんだよね最近。うん、嘘つけよお前。もう嘘じゃない、もらったんだよ。だとしたらお前さっきの中3の時の嘘の意味が全く分かんないんだよ。最初からもらったって言えばいいじゃん。いやそれはなんかほらちょっとみっともないかなと思って。いや全然大丈夫じゃん、もらったならもらったって言えばいいじゃん。買ったんだろお前。買ってないっつってんの別に。買ったなら買ったって言うし、別にそれでいいじゃん。んな、なんだよお前。誰にもらったんだよ。誰だっていいでしょ別にそんなの。なんで、なんで言えないの。買ったから言えねえんだろ。なんで違うよ、買ってねえっつってんじゃんかよお前。じゃあ誰にもらったんだよ。あれだろ、親戚の兄ちゃんだろ。女、嘘つけよお前。こういうのくれるの大抵親戚の兄ちゃんだろ。そんなことねえ、俺親戚の兄ちゃんにサングラスもらったことなんか一回もねえよ。お前んちのことは知らないよ。普通ねえよな、豊本な。俺あるよ。あんのかよ。ややこしいなお前。ほらほら、たまたまだね。お前の場合は絶対嘘。なんでだよ、なんで。お前もらったって言えばセーフだと思ってんだろ。そう、セーフってさっきから言ってるけど意味が俺分かんねえわ。セーフの意味が。いいよ、じゃあもう俺が決めとくね。頼むわ。ああ。なあなあなあって。なんだよ、買ったんだろ。だからもう言ってんじゃねえ。何なのじゃあ。言うけど
これは別にね、これはあのもらったやつなんだけれどもさ、じゃあ例えばよ、じゃあ買ったとしたら何なの、ダメなの。ダメなんて言ってねえよ、正直に言ってほしいだけ。言ってんじゃん、俺マジでこれもらったんだよ本当に。もういいよお前そういうの、嘘つけって。自分で買ったんだろ。何が。サングラスだよ。ほらほら、お前買ってんじゃん、買ってんじゃん。お前いつ買ったんだよ。昨日だよ。すげえ最近じゃん。何、いけないわけ。ダメなの。ダメなんて言ってないよ。なんで嘘ついたんだよ。別にいいだろ。恥ずかしかったのか。恥ずかしいよ。恥ずかしいだろ。今までと違う自分をお披露目すんだぞ。恥ずかしいよ。うわ、何こいつ、何急に。え、モテたいのみたいに思われんのかなとか。モテたいよ。なんだよ。それにお前、これだけは言っとくぞ、そっちからしたら突然のサングラスだったかもしれねえけどな、俺はだいぶ前から考えてたからな。俺はこれからこういう感じで行くからな。喫茶店で何の宣言してんだよお前。おい座れよ。バイトの女の子震えてるよ。こういう感じで行くし、うんうん、分かったから、とりあえず座ろ座ろ。分かったからね。こんなに一気に全部ぶっちゃけると思わなかったよ。そういうことだ、うん、分かった分かったから。でもあれだろお前、どうせ変だと思ってんだろ。いや別に思ってないよ。お前すげえ言ってきたじゃねえかよ。いやそれはお前が嘘ついたことに引っかかってただけだよ。じゃあどう思うんだよこういう感じ。いや全然いいんじゃない。本当。うん本当にいいと思うよ。マジでか。マジでよかった。うん。そっか。なあ、でも別に変じゃねえよな。変でしょ。で映画なんだけどさ、結局これがいいと思うんだよね時間的に。おい、どうした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 、かけろよ。いいよ一旦かけろ。いいよ。なんで変だって言われてんじゃねえかよお前。おい、どうなった。お前別に変じゃねえだろ。変だよ、俺最初からすげえ変だと思ってたもん。お前そんな風に思ってたのかよ。うん、マジかよ。もう一回かけよ、もう一回。無理だね。もう一回かけようよ。いいよ。もう一回かけて、ちゃんと見てもらおう。ちゃんと見てもらおう。大丈夫だ、大丈夫だよ。こういう感じで行くんでしょ。うん、大丈夫だよ。ね、ちゃんともう一回見てもらおう。ね、大丈夫。大丈夫。大丈夫だよ、ほら。うん。おい、頼むぞ、お前。冷静に判断しろよ、ちゃんと。おう。ほら。ほら。何してんの。笑わそうとしてるならギリギリ笑えない。おい、かけろよ。もういいよ。なんで。もういいよ。だってお前せっかく買ったんだろ。それいくらしたの。3万。もったいねー。3万もかけて変にしてるの。まあこうは言ってるけどかけろよ。かけれるわけねえよ。もういいよ。なんで。別にいいじゃん、豊本の意見が全部じゃねえだろ。俺本当にいいと思うよ。嬉しくねえよ。なんで。だってお前センスないじゃん。はぁ、あ、お前それ今関係なくね。一番大事なとこでしょ。何それ。じゃあこれも変だよ。はぁ、あ、このサングラスもじゃあ変だよ。じゃあって何。そんなこと言うならもうじゃあ変だよ。お前の変は俺への復讐の変じゃねえ。なんだよ復讐の変って。本能寺の変みたいに言うなよ。夏盛りねえよ。もういいよこの話。行かないの映画。行くや。じゃあもう時間ないからこれで決まりね。ああ行くよ。はかけろよ。後でかけるよ。早く変になれや。変じゃねえよ。ほら変じゃ
じゃん。変じゃない。大体お前映画行くのにサングラスっておかしいだろ。見るとき外すわ。変だからか。変だから外すのか。見えないからだ。何それ。何が変だよ。